はいどうも皆さんこんにちは、もたべです。それでは神楽坂グループ次からやっていきましょう。前回はですね、まあ都市対抗1回戦を突破したということで、ここからは決勝とかになるのかな。で書類練習、練習終了。あ、で練習の熟練度が上がりました。さあ準決勝、はい。でまたパパが来ていると。これで肘イベントが進むかな。あ、来た、テクテクテック。はじめまして、テクテクテックの田中山太郎だぞ。キドーン、田中山太郎、正々堂々戦おう、負けないぞ。田中山ね、マジこの頃覚醒してますかね。あまり強くなさそうでやんすが、見た目に騙されると痛い目に遭うでやんす。田中山に会いました。田中山ってね、あのモブ顔だと思うんですけど、そのモブ顔であのイメージが取ってると思うんですけど、実はねこう意外とレギュラーキャラだったりするんですよ。行きましょう、テクテクテック。テクテクテック、テクテクしてそうです。テクテクしてそうな名前。デル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 。15の曲もまあまあいいですよね、試合曲。よし行こう。で田中山能力見ますか。田中山はこんな感じ、 CCCCA めっちゃ強い。いきなりどうしたと、覚醒してますね田中山。あべ、15の頃にだいぶ強くなったってイメージだな。13の頃はねまだ雑魚だったんですけど、15で一気に強くなりました。よし、田中山はなんかイチローみたいな感じがあるな。投手やって、高校時代投手やって、なんか後にショートになるっていう、ショート専門になるっていう。 OK、 まあイチローは別に高校時代投手だったわけではないけど。いきますか。これで OK で終わり、勝ちました。5対0、余裕ですね。ふう、勝った、勝ったでやんす。負けてしまったぞ、次はできれば勝つぞ。あ、評価上がりましたね、意味ないけど、よくやった。でまたボーナスで了解したぞ CEO、 じゃあお前これを受け取れ。この子は確か経理部の不愛想な女の子、この子も来てたのか。どうした、いらないのか。もうもちろんいただきます。やったー。お前ちょっと待つんだ。スイング時のバットの振りだが、やや力で振り抜く感がある。少し脇を締めてコンパクトにしろ。なるほど、確かに。ナイスアドバイスありがとう。って、今なんて言いたいことはそれだけだ。では失礼する。ちょば。なんなんだあの子は。一瞬で俺の癖を見抜くとは。で、給料日と。給料のことなんですが、不備があったので経理の方まで行ってもらいます。来ましたね、これは。時間はかからないと思いますので。あ、はいはい、わかりました。さてと、失礼します。お疲れ様だ、満席についてくれ。あ、この子は不愛想だけど的確なアドバイスをしてくれる子じゃないか。というわけだ、早い話ここにサインしてもらえればそれで万事解決だ。どうする。これは聞いてみるですね。超すいません、これ重要イベントなんで、聞いてみるですね。聞いてみる、確かにサインを受け取ったぞ。これで手続き終了だ。それよりもさ、君この前の試合の時俺にアドバイスしてくれたよね。知らない、人違いだろ。野球を知ってる人しか絶対にできない的確なアドバイスだったよ。監督さえ気づかなかった俺の弱点を見抜いた的確なアドバイスだった。きっと君は野球人だ。お前は私のアドバイスをどう捉えてくれたんだ、この女の私のアドバイスを。どう捉えたかっていうと、すいません、ちょっと待ってね。はい、わかりました。俺のことをよく見てるアドバイス、これですね。
俺のことをよく見てるアドバイスだと思った。それってどういうことだ？私がお前のことをよく見ていたとでも？その通りだ。相手にアドバイスするときって相手のことをよく見てないとできない。俺のことをよく見てくれて上でのアドバイスなんだって。だから単純に嬉しかったんだ。女の私見られて助言される、そのことに都会に何も感じなかったのか。助言は助言だろ。男だろうが女だろうがそんなの関係ないと。関係ないか。そうか、関係ないんだな。ふふ君、カチャ来ました。かわいい。失礼、自己紹介が遅れたな。六道ひじり、野球一筋の生き方しかしてこなかった人種。お前の察する通り野球人だ。六道ひじりって思い出した。矢部くんが前に言っていたあの、そうだ、以前大学野球で大活躍して女性プロ野球入り仕掛けた子。そうか、君が確か名捕手六道ひじり。トラブルがあってプロ入りはできなかったって話だ。今になって思い出したぞ。それよりもお前に頼みたいことがある。お前にはまだまだ弱点がある。私はそれを全て改めてほしいと考えている。もっといろいろ助言してやりたいが、私が練習に参加できるわけがないと。特別に使える練習場があるならそこに私呼んでくれ。お前をもっと強くしてあげられる。お前が私を必要に思った時でいい。六道家に名にかけてお前を必ずや成長させてみせる。ひじいちゃんでいいかな。ああ、名前は好きに呼んでくれ。傭兵ムッコロくん。無理しなくていいよ。前みたいに呼び捨てで OK だよ。じゃあね、ひじいちゃん。この頃にはね、もう神楽坂じゃないわ。鈴本大輔の設定は消えていますね。ちょっと挫折した女の子っていう設定になってますね。私はあんなことをもう諦めたことなのに、私はまた野球をしてもいいのか。あの子があの六度ひじりだったなんて。それにしても特別に練習できる場所か。はい。でこれ特別に練習できる場所はもうありますね。特別ルーム。ただ熱血とかちょっと溜まってるので少しお待ちください。打撃練習。熱血がなくなってからで当時インターンショナル。はい。ところで波平ムッコロ、お前に話がある。一級社員であるお前は本来なら試合に出場できるはずなのだが、今日の試合には参加させん。はい。てどうしても負けられん。私なりに考えた神楽坂ベストメンバーで挑むことにした。こいつバカですね。やべえ、お前もついでいいんだ。ゆっくりと俺たちの活躍を指でも加えて見ていろや。うー、なんてこったい。で東条 VS 神楽坂。東条の勢いを止めることはできん。0対7で、ボコボコにされました。ザコです。嘘、またもや干渉されたでやんす。僕のバカな。僕をここまで捉えるなんて、君はなかなかのプレイヤーだね、ミスター東条。お前のような若い世代がもっとチームを活性化させないでどうする？満足だと、実力ある方だと思っていたが、お前も見込み違いのようだな。努力も苦労もしないで勝つのが僕のポリシーだからね。今日はたまたま運がなかったのさ。三彦、お前もうちょっと真剣にやれよ。試合に出てないお前はやれそうに言ってんじゃねえぞ。もっとチーム全体が爆発すれば東条に対抗できるのに。時間の無駄だ。神楽坂は進化をやめた。もう敵ではない。俺が試合に出場したらこうはいかないぞ。お前はどうやら新しい牙を持っているようだな。名前は傭兵ムッコロだ。覚えとけ。俺は東条小次郎。お前にと忠告しておく。バカにつける薬などない。神楽坂に必要なのは薬ではない、火薬だ。かっけえ登場。さすが自信喪失という暗雲が立ち込めていた。傭兵ムッコロだけは当初の言葉を強く目に刻んでいたと。適量日5000円。パーリン飲むか。曇りですね。曇りだけど映画館はいけるんで、ただダメですね。ミオさんはこれは曇りだから、曇りって確か大丈夫だった気がするな。曇りって海大丈夫だった気がするけど、どうだったかな。ちょっと確認したいので行ってみていいですか。
海行きましょう。海。曇りだからいいと思うんだよね。日焼け止めでなきゃ、背中お願いしていいかしら。8月ね、ミオさんダメなんですよ。よし、次のコースはここだ。また撃たれた。お使いディアンス、最後だから戸締まりよろしくディアンス。傭兵ムッコロ、ちょっといいか。どうしたのこんなとこまで。今日の練習、遠巻きながら見させてもらったぞ。お前どうやら保守としての戦略はまだまだ分かっていないみたいだな。そういえばひじりちゃんは保守だもんね。俺にまだまだ足りないものがあるんだね。そうだ、お前さえよければここで特訓してやれなくもないぞ。少し難しい特訓だがどうする。これはもちろんよろしく。うむ、了解したぞ。早速特訓だ。これ保守でできる限定イベントですね。新聞紙を丸めて棒状にしてどうするの。ところでお前昨日の夢者何だった。コンビニイベントにコンビニパンにするから隙あり。開いた。これが実戦ならワンストライクだぞ。はい、これささやき戦術です。なるほど。少々補足な手かもしれないが、それも立派な保守戦略の一つ。ささやき戦術だ。確かにこれを自在に操れば自分のペースに持っていける。では特訓開始だ。私の心を乱してその棒で一本取ってみろ。なんか漫画でね、私見たことあるんですけど、ひじりがどういうささやき戦術してるのかっていうと、こう漫画でなんか撃つぞみたいなやってる時にひじりが、あやべ乳首立ってきたとか言ったらストライクって漫画あるんですけどね。まあぜひよかったら見てください。意味わかんないよね、ごめんなさい。さあどうだ。これが力押しですね。あれはなんだ。む、いや違う、あれはまさか、いや何なんだあれは。気になるぞ。今だ。ひじちゃん好きなーし。傭兵袋、ない時は言わなくていいんだぞ。全然好き見してくんないんだもん。あー残念ですね。これ能力によって変化します。今回はパワーが一番高かったのでパワー押しできました。では特別ルーム行きましょう。これでひじちゃんとの特訓、練習できる場所なら付き合ってくれるって言ってたな。これ1軍でしかできません。なので1軍をキープしなければならない。本当に場所用意してくれたのか、感謝するぞ。その格好じゃあれでしょ、あそこに誰も使ってない更衣室あるから。分かった、少し待っていろ。ああ問題ないぞ。うひょー、これで思う存分動くことができるな。ユニフォームを着るといつもと印象が変わるな。ん、ユニフォーム、そのユニフォームどうしたの。こいつはお前の荷物の付近に落ちていたものだ。サイズは大きいが、まあ問題ない。うわー、多分俺の替えのユニフォームだよ。なんだお前のユニフォームか、ならなおさら問題ないな。うひょー、たまんねー。これ後で聞きましょうね。どんな方法で俺の弱点を克服していくの。簡単に言うと特訓だ。傭兵ムッコロに私がいろんな課題を出す。それをお前が見事にクリアした時、お前は一回りも二回りも成長しているはずだ。なるほど、分かったよ、フィジーちゃん。で、こいつは傭兵ムッコロでもあり、ブヒブヒジリでもあります。では、早速特訓開始。10球バッティング直球という特訓。はい。まあ、ヒットを打つと。簡単ですね。10点以上なら合格。ストレートしか出さないように設定してやる。よいしょ。ヒジリちゃん。愛のパワーで60点。60点。まさかここまでとは正直驚いたぞ。やった。まだまだお前が成長できるように別のメニューも用意してある。それらをこなせばもっと成長できる。でまた呼んでくれと。傭兵ムクロか、変なやつだ。私を自然に受け入れ、私の教えを信じてくれる。あいつの野球はまっすぐだ。荒削りだが気持ちのいい野球をする。私が忘れていた綺麗な野球だ。私の野球は一体どこで歪んでしまったんだろう。で多分これをなんか次のシリーズとかでやりたいんじゃないかなと思ったんですけど、売り上げなくなってね、大学編なくなったんですよね。ああまた撃たれた。やってほしいな、ひじり世代の大学編。傭兵ムッコロくん、最後だから戸締まりよろしくでやんす。傭兵ムッコロ、ちょっといいか。あ、またこのイベントですね。でよろしくと。でささやき戦術、またパワーですね。あー好きな足ダメ、失敗、成功しないな。
ごいごいよ。だいぶ人が多いわね。こんなに盛り上がってる祭りなんて。この辺りじゃ一番大きい祭りだからね。今日は思いっきり楽しもうよ。肩抜きあたりから攻めていきましょう。え、得意なの？意外な一面ですね。肩抜き得意だったんだ、みよさん。私、肩抜き苦手ですね。やっぱね、ヤクザがいるからね、怖いよね。よし。祭りは。で、ひじりちゃんの練習と。うちのね、あ、で、バッティング変化球編ですね。今回は13点。頑張りましょう。いいですね。で、頑張ってと。成長してる証だ。ガンガン俺に近いになっていく感じだよ。ありがとう。こら、傭兵の頃、手をそんなに強く握るな。親しき中にも礼儀あると言って。またひじいちゃんに特訓してほしいときは呼ばせてもらうよ。本当にありがとう。あ、傭兵の頃。どうしてだろう。野球はもう忘れようとしてたのに。絶対に思い出さないようにしてたのに。あいつと野球をしているときは嫌な思い出が全部忘れられる。あの時のあの思い出を。私は一生懸命頑張ったんだ。相手が男でも絶対に負けなかったんだ。なのにどうしてダメだったんだ。野球が好きな気持ちは誰にも負けない。負けないんだ。私はただ野球がしたいんだ。女だからなのか。私が男ならみんなともっと野球を続けていられたのか。ならどうして。私は女に生まれてきたんだ。どうして。う、気分が。私はやっぱりダメだ。もう野球は。いやー、これ切ないイベントなんですよね。で、ちょっとね、次回の特訓は、ちょっと次回のサムネ用に撮っておきたいんで、ちょっとまだ受けないでおきましょう。人集まり！ 7月の定期試験。バントと打撃マシン。3球、余裕ですね。バントもでもたまにミスるからな。ただ綺麗にバントすればいいだけですね。そんな難しい話ではない。こいや。オッケー。いいね。当てればいいだけはこれほど楽なもんではない。よいしょ。はい。余裕ですね。さあ次は何だ。6点なら合格。6点、すげえ簡単だな。男前でもだいぶ優しくなりましたね。ただまあキープしていくうちに本当に難しくなるからな。こいや。はい、終わり。もう合格ですね。中2か。よいしょ。おい、さよなら。勝ちました。もう完璧ですね、これは。で、合格合格。で、1軍をキープです。給料は5000円。雨でやんすね。お、雨は燃える。オイラが走塁練習していたら、その日の天気に大注目でやります。まあ、一応記憶に留めておきましょうか。てや、お前、急速練習やってねえのかよ。まあ、雨だろうと、室内練習場なので、給料社員変わんないんですけどね。練習効率は。肩やったとしたら、気合が、気合じゃない、熱血が、ちょっとあれだけど。うわーい、傭兵むっころ。ニャンプ買ってこいや。なんで俺が行くんですか。先輩の言うことを聞かない奴だって、監督に忠告するぜ。ニャンプ買ってきましたよ。なんだ、俺のいつも買ってるやつと違うシリーズじゃねえか。これいらねえよ、お前にくれてやれよ。どうもありがとうございます。結果としてラッキーか。で、週刊ニャンプいただきました。これラッキーですね。
どんな効果あったっけ、ニャンプ。まあ、なんかあるでしょう。知らんけど。じゃあ今回はこの辺で終了させていただきます。はい、じゃあ次回もぜひ見てください。次回は六道聖を、救いたいと思いますんで、まあ頑張っていきましょう。では皆さんお疲れ様でした。さよなら。